どんなファイトを見せてくれますか。今ゴングになった、タックルに行く、飛んでいく、そして捉えた、決めました。すごすぎますね。なんという速攻。筋肉痛でよく張り切れてください。今まで皆さんもお待たせしました、これが俺です。 This is Lumina。 相手が絞れなくなって、それがま、自分の中でもう絶対自分に負けたくないっていう部分がすごくあるんで、一戦一戦自分がどれだけ成長したかっていうのを確認したいだけで、今はこの年齢でどこまでできるかと、前回の試合でちょっとのプラスになるかっていう、その部分を自分で試したいっていう。あっと一本です。やりました。宇野がベルトを巻いた。自分の中では結構シュートパウンドフォーパウンドの一人であると思ってるんで、本当今までやった中で一番強い選手かもしれないし、すごく楽しみの部分もありますね。どれだけ通じるのかなっていう、今までやってきたことが。シュートを盛り上げてきた偉大な選手なんで、ここまでたどり着いたことにちょっと嬉しく思います。まだこれ諦めません。それを視点に入れ替わった。思いますと話しますね。このケースまたこの形です。粘るアコスタ。さすがですね。打撃でも勝負して、寝技でも勝負して、抑え込んでバツバツ殴って、しっかりとどめを刺したいです。まともにいったらもう絶対かなう相手なんで、もうできる限りね、もう少しだけ踏ん張ってみようと思います。穴があるとすれば、この前回の勝村にやられたようなああいう展開はそこまで得意じゃないんじゃないかっていう、今回ちょっと勝村にもいろいろ秘策を教えてもらってるんで。アグレッシブでガンガン来る選手なんで、飲み込まれないように戦わないといけないと思います。見てる人にインパクトを与えたいという部分がすごく強いんで、悔いの残らない熱い試合をしたいと思います。その試合を見て何か感じて帰ってもらいたいんで、俺の試合見てくださいと、で何か感じて帰ってもらえたら最高です。